トンの2曲に移ります。親は森本。森本1日目は好成績を残したんですが、本日2日目、ここまで4着4着と非常に苦しい戦いが続いています。最後の一つがね引けないんですよ、森本は。今日の森本ですね。リーチは結構できてるんですよね、はい、やっぱ引けないとき厳しいですね、うんうん、あ、全部来ちゃった。トンナシャーペ1枚ずつ。あらダメなんですか。ダメだ。あー、洗いの手が。なんだこれ。マンズだらけでしたね。浜田、こちらはローソーが。やっぱいいですよ、これも。トイトイが2つ。自牌重なればトイトイもありますし。高くなりそうの手ですね。はい。はい、あー、チーマピティ。あげるやりやりや。わかんないっすよ、一色だなんて。早すぎて。わかんないですね。ピンと切り出してます、洗い。わあ、なんだなんだ。タイヤなんですかねこれ。うん。タイヤなんですかね。お笑いは泣いて鎮逸に行く感じですか。鎮逸に行きたいんですけど、上茶の親が。まあ多分国試やってるんですよね。で一つ泣くと絞る可能性があるんで、厳選して泣きたいかもしれないです。ここだけはみたいな。厳選するとすればマリアンマンとかになるんですかね。こいつで動いた。ロービンを仕掛けたのが滝田。あの洗いがね、はい、切ってくれそうなんで。そうですね。あとの牌もね、だから動きましたね。ピンズはいらなさそうだという判断ですか。うん。洗いはマンズを集めています。対する滝田はこちらピンズの一通の仕掛け、ローピンを両面で地位です。もう親の皮が弱い皮なんで、上がりにね遠そうな皮なんで、仕掛けても大丈夫かなっていう滝田の判断ですよね。そうですね。引かなくなってしまった。わー、いいとこ引いた。三品は嬉しい。これでイーシャンテン。洗いの星リャンマンが残り1枚。森本もどこまで行くかですよね。多分あんまり間に合わないなとは思ってると思うんですが。仕掛けを受けるとやめ時がまた難しいですよね。難しいですね、まあ、あとローピンチームもやっぱちょっと怖いんですよね、まあ、一番嫌なケースが、まあまあ、でも自敗厄介あんこがなくなりましたね。今シャー引いたんで厄介あんこで9ピン2枚とか3枚持ってるケースが一番怖いんですけど、はい、それがなくなったんで、うんうん、どのように見えてるんだろう。タイヤでもなんかサブローピンをいきなりチーするようなほど薄くはないんで、うんうん、シゴロの3色とかそっちに見えてるかもしれないですね。ドラがあるとすればっていうことですよね、はいはい、まだ 1,2,3 メンツできましたが、ここは紡ぎっていきました。タイヤでしょうか。おいいピン引き。およよよリャンシャンテン初。あらら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 、洗いも進んだ。6級ワンと関連ワンですか。そうですね。ね、リャンマンはあと1枚しかないのか。はい。ロキューマンまだありますね。3枚。硬い。まあでもトン、トン。ローマン切るとテンパイが入る。チーだ。これはチーですね。カンちゃんで泣いてテンパイを取りました。洗いです。カンリャンマンの持ち、ね、手牌にウーワン残しとくとスーワン引くとリャンウパワーの変化があるんで、後々の変化を見ての泣き方ですか、はい、鎮逸のテンパイが入ってるのは洗い。
イツのイーシャン店なんですが、ここは即撤退しましたね。ウーアン引いてしまって、早かったですね。まあパーピンももうあと1枚しかなくて、自身の上がりが苦しいという判断ですね。そうですね。ちなみに国士はどうなんでしょうか。初とチュン、初とチュンとキューピンですよね。いますね。初が1枚、チュンが2枚、キューピン3枚。3枚？キューピン3枚で初引けるかどうかですね。残り1枚の初ですね、はい、そうですよね。終盤になると4枚目の牌とかかなり出づらくなっちゃうんで、はい、初引けるかどうかはかなり大きいです。うわ、間違いもできる。どうすんの。変えた3万と9万、シャンポンに受けました。こちらの方が枚数は多いですね。3万がまるっと残っている。うんうん、9万もそして1枚。あ、チュンから引いた。やめてるように見えるもんね。そうですよね。イーソーイーソーと今統一で統一落とししたかのように見えます。あ、キューピンないの。まだ1枚。いや、あと、ん？いますよね。あと2枚。2枚か。あと2枚あります。初があと1枚です。初がネックなんです。もうここになると4枚目出ないんじゃないかな。くぅ、こんな目立つ牌を持ってきてしまった天敗すればといったところですよね。天敗しても数ワン打たれちゃうと。ああ、キューピン、これは3枚目のキューピンです。でもパーワン打てないですもんね。洗いに対してですね。洗いに対してパーワンが結構嫌なんで、はい、あ、危ないんじゃない。危ないか、この順面に初入ったら。あ、でも4万キロからもう出ないか、キューピン。そうですね、森本が撤廃したら数万を打つことにはなるんですが、うん、どうだ。あ、撤廃した。いや、でもこれはもう、これはもうキューピン出ないですね。森本、親の国士を撤廃しました。キューピン待ち。めちゃくちゃしびれてるじゃない。数万チーしてウパワンか、待ち替えします。そのが多かったんだけどね。うん、洗いウパーマン待ちに待ち替え。キューピン山に、あ、やばい、これ出るわ。キューピンが出るわ。打ってしまった。森本の上がりだ。なんとここに来て国士無双の上がり48000点。滝田の宝珠、これは痛い。これはでかいね。大きすぎる加点になりました。48000点は素点としてもかなり大きい。ここまで苦しかった森本です。大きな上がりをものにしました。出ましたよ。まあね、出たね。いい経験になると思うよ、滝田さん、うん、そうですね、うん、いやー、立て直せるか。現在は3回戦残り、丸々3回戦残ってます。スリアドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアドチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。